キモいやつしかおらんや。はっちゃん、しゅうね。ちょっと待って、エレキが迷路すぎる。

ハッチャンすいません、村長じゃありません。ちなみに、メーヤが村長ですがありません。ですがありません。ですがありません。村長ではありません。正直、私たちが。あっ、あっ、あっ、あのあっ、あっ、あああっ、あっ、 見分け。これはお互いも尊重しているからこうなっちゃうんですよ。三抜け。やっぱ慎重に決めないといけないね。確かに。まあでもこの議論ちょっと単調なんで。まあこれ以上は単調だね。私が尊重だ。怖い。私が尊重だ。怖いやん尊重。顔がする。ポンズヤロが隠しをもらったということです。 ミサとランにミサとランに力を付与してポンズ野郎にダイレクトアタックしたら失敗したのじゃあ。ああじゃポンズじゃあポンズじゃん。ああそういうことか。そういうこと違うポンズは白か。白ちゃんだ村とかね。なるほどね。ポンズは隠しだ。お了解です。そういう白の取り方もあるんだ。私が隠しろだよ。じゃあシリフが一枚いなくなっただけやん。 うーん,うーんなるほどねえど,どっちどどっちがどっちど,どっちがどっち新さんがここにいればいいじゃんこの辺かうんここの中にいて、うん、うん。あの扉を閉めてううんうん、うん、はいはいはい速攻みたいな速攻で行くみたいなじゃ一回解散解一回解散解はーい一回解散解解やるか いも行きまつすえいやんワー,プ <laughs> ワープした先も波動放ったんじゃない <laughs> うい感じワープした先も波動うせあるなこれそんな感じのあんのメイおもいだれが波動うせつだれがたんだはっちゃんがはっちゃんがはっちゃんがはっちゃんにおじょうでいいかなじゃう。 酒やがってよお前ら人体も揃えもそっておい <laughs> いやでもあのいや俺は詩人さんがあのワープしたのは見えてたんだようんねっうん、うん、で詩人さんが死んでってるから詩人さんワープした先があれなんだろうなっていうああなるほどじゃあはっちゃんか<ー>じゃあはっちゃんなんで俺になんだよほんで,で<ー>じゃあそれどこで,でどこで通報してんのよこれあのー、除染の下っすよ うん俺は女性に逃げてでその倉持京子が下に行って死んだみたいなああでもそれってさ京子さんが死にに行ったってことでしょ死にに行ったっていうかまあお互い避けようとしたんですよねああなるほどね自分が肌でも突っ込んでいったわけじゃないんだ手を引っ張れなかったんだハッちゃんはどこが手を引っ張れなかったって恭子って最後下に行ったら危ねえ そうそうなぜ止めれなかったんだあっちゃんそうだよ止めたかったっすけど今日この死は回避できたかもしれねえそうだよいやまあそうかもしねえあんたが殺したようなもんじゃねえかよいやいやそれはそうかもしんないでもじゃあ償えよ償えはしない償えはしないよ俺は悪魔かほ悪魔俺じゃないからね スキップにするよ俺は。アホなスキップか。アホなスキップか。じゃあスキップでいいか。俺は。うん。うん。わかん。なんでスキップおいなんでスキップしてんだよ。入れろよはっちゃん。<laughs> なんではっちゃんに入れねんだよお前。おい。波動砲でやりたいじゃんだって。おかしいだろ。おいえ。うん、こ。え、ね。よし。こんなことね。 お前一番白っいだろお前おいおめがやってんだろ八山って助けやってんねうこっちやれよお前よりしてるわ絶対ナンバーて今十分の4です僕やべそれはやばいよしラスよ俺スタンつ俺スタンつからリアクター鳴らして俺スタンスからラスよ上たのラスよ上たのよキュキュキュキじゃここら辺で

まあ、うんやこれまあ、レレイさんつってナツピョンと俺のガンマン勝負かな。ああ。やっ見届けます。瀬戸逃げてな、お前は。頑張って逃げます。お前は後ろに隠れとけ。瀬戸純愛だよな、これ <laughs> <laughs> あ<ー>。俺とこいつは協力関係にある。 どういうい勝負にしようかなレレイさん、ん俺らも恋人になろうぜ。はい、<laughs> 今からなりますか。いでも、レレイさんに入れればいいだけだけど。<laughs> あ、そっか、結局、あ、でも、ナツピんン、ん俺は波動砲で勝負するよ。いや、もちろん僕も波動砲で。どういう勝負しようか。まあ、でも僕は名誉さん打ったら、もう勝ちだからな。レレイさんがいてもいなくても。そっちも多分、レレイさん,うん,あん、ナツピョン打ったら勝ちだから。 まあどっちでもいいな。そうだから波動砲で撃つでしょうん。どういう勝負にしようか。じゃあ、沸く場所決めようぜ。コックピットか、<が>貨物みたいな、<あ>右と左、なんか、広すぎたら、コックピット対エンジンルーブはどうあ<ー>あー、いいんじゃないコックピット VS エンジンでどっちでもいいや、僕、あの、リーダーシップだから。どっちか、どっちかどっちかで <laughs>。あ、撃つってことお互いに。<laughs> メイン VS、うん、貨物いいんじゃない え、もう普通に貨物と貨物コックピットでよくね。オ <laughs> ッケーオー。ちょっと狭いんだよね。あ<ー>、あ<ー>もいか。まあまあ。あ、そうか、あの広さえ、なんかもう普通にだからたまった瞬間に打ってどっちが死ぬかでいいんじゃない,あ,<ー>いでもあれかキ。クールが、クールがたまねとかんのか。じゃあもうコックピットから貨物の一直線で勝負で、どっかで勝負でいこう。じゃあ僕、あ俺、俺こ、<け>俺右側、じゃあ俺、コックピット行くよ。分かった、じゃあ僕、右側。 <laughs> うん、デリさんますまねえな。絶対負けねえぞーの今のところ一発も当たってねえんだ、うん、俺の波動砲は。2> 2ね、だがメイヤお前を当てて俺は勝つ <laughs> 瀬戸とメイヤを倒して勝つ瀬戸俺の後ろに来い <laughs> <laughs> やってやろうじゃないの。負けねえからな。こんなんねえ。大体心理的に。 一番上か一番下に行くだからここら辺だろうここで行きます連打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 いけー波動砲ーいハッピーバレンタインああやったす,すごいすごいすーごいよく勝ったわ今すごいよくったどう、どうなったんだこれ すごいマジギリギ危なかったのえぐ。例えば頭もないぞ。こい焦げたな頭は。確焦げてたね。え当たってなかったってこと？ギリギリ当たってなかったんで当たってなかった。当たってなかったんや。上の方がわ確かに判定が広いのかな多分。そうだね。下が当ったなかったのかもね。はい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 。早打ちじゃないんだよ。名勝負でしたよね。良かった今ね。名勝負でございました。多かった。 当たんなかったのか,かた惜しいでも、惜しかっためちゃくちゃ惜しかったいいでしたね。う